たいや、ありがたいや。何を拝んでいる？はい、お前さん、千宝寺を知らんのかい？金剛山の千宝寺、尊いお方がそこにおわす。さあ、お前さんも拝んでみ。ありがたいや、ありがたいや。九郎様、刻限ですね、エマ殿。分かっています。源一郎殿がお待ちなのでしょう。天守の上階に戻ります。狼よ、あの時吹いてくれた葦の羽笛じゃ、こたびはそなたが音を頼りにきっと参れ。太郎兵に呪いを着せたそうだな。ああ、あやつめぐずりおってな、まったく難儀な仕事じゃった。だがその甲斐はあったのではないか。あの巨体と攻撃に加え、今や刃も通さぬのじゃからな。まあその通りじゃな、無理くり着せているからの。何かあれば鎧はすぐに剥がれっちまうさ。
おい。ご供養いかがかね。こんなところにも死者があるところ、また供養衆あり、汚れとて我らばかりは見捨てまい。さあご供養していきなされ。死者があるところ、また供養衆あり、いずこへ行こうとご供養を欠かさぬようにの。
なたはこのような場所に何用ですか？ああ、もしや忍びのお方でしょうか？そうだ。やはりそうですか。あの任を受け負っていただけるとか。私は道中落ち水の施術の支度を任されております。早速ですが、忍びのお方、師匠から預かった文をお渡ししましょう。司祭はこちらに。忍びのお方、司祭はお渡しした紙を。余計なことは互いに知らぬがよいと存じます。
御神、そこの御神。この千宝寺は今や御仏の教えより外れたが、皆そうであることを捨て死なずの探求に見入られてしまいました。虜となれば何をされるか分かりません。お帰りになられた方がよいでしょう。それでももしこの千宝寺に入る理由があるのならば、止めることはいたしません。ただどうかお気をつけて。この千宝寺に入る理由があるのならば、止めることはいたしません。ただどうかお気をつけ。